なんかシステムがちゃんと導入されている。丸餅をしゃぶしゃぶ。しかし今日も人が多い。何が始まるのか全然想像つかない。ね。なるほど、オケに並べば誰でも参加できる。ここにもなんか行列が。はい、ということで今日はなんかまず1個こんなものが届いたので開けます。これはですね、修理品です。お修理に出していたものが戻ってきた。すごい、こんなちっちゃいのにこんなでかい段ボールに入ってました。もったいないな。はい、というわけでソニー製品の修理に関するお客様アンケートのお願いということで、ソニー製品をですね修理に出しておりました。何かというと、これじゃん、これなんか綺麗になってる気がする。リンクパーツ、この穴が開いてるイヤホン、
これめちゃくちゃ私気に入って、本当に毎朝欠かさず毎日ほぼほぼ使ってたんですけど、なんか最近接続が悪いのと全然充電がされなくなってしまって困っていて、あ、そうだ、もう修理出してみようと思って修理に出しました。めっちゃ綺麗になって帰ってきた気がする。ちなみにすごい早かったです。8月1日受付で、8月3日に終了なんで、ほんと1週間も経たないぐらいで帰ってきました。で、このリンクバッジなんですけど、私、ソニーストアで購入したので、保証期間が2年間通常より伸びるのかな？3年ワイド保証っていうのが入ってまして、今回もその期間内で修理費用は0円でした。まあでもあれですよ、購入日2002年2月25だから、買って1年半ぐらいしか経ってない。で、修理内容としては、左側用イヤホン、右側用イヤホン、充電台不具合のため交換いたしましたということで、なんかもはやほとんど新品になったのでは、交換って書いてあるので、そんな感じでした。修理料金はソニースタイルの3年間保証サービス対象につき無料ですと。はい、というわけで、もしこのリンクバッツ使われている方で充電ができなくなっちゃったなとか、接続が悪いなとかっていう方がいらっしゃったら、修理出してみるといいんじゃないかなって思います。いや、保証期間もう切れちゃったかなと思って、この間修理費用を事前に調べてみたら、なんか2万円かからないぐらい、確か1万円台はかかるみたいな情報を見つけまして、いや、それこれ新しいの買うのとさほど変わらないじゃんと思っちゃったんですけど、まあ、3年保証つけてたので、今回無料で修理できて本当に良かったです。よし、じゃあちょっと念のため、接続テストでもしましょうかね。最近、朝のニュースチェックにはこのピクセルタブレットをホルダーから外して、こんな感じで家事とかしながら、あとこれ移動させて洗面所に持って行って髪の毛セットしたりとかしながら、朝はコンテンツを摂取してるんですけど、まあ、リンクバッツなかったので、この代わりにナッシングイヤースティックを使ってたんですけど、これもね、全然悪くはないんですが、この朝の準備をしながら使ってると、そう、ここのね、この、なんて言うんだろう、この耳からちょっとはみ出る部分があると思うんですけど、ここがあるから、まあ、髪の毛セットしながら使ったりとかしてると、ここが引っかかって取れそうになっちゃったり、取れちゃったりとか、あと、まあ、洗顔しながら使ってると、ここが濡れそうになっちゃったりとか、まあ、そもそも洗顔しながら使うなよって話なんですけど、で、まあ、ちょっと朝の準備しながらみたいな部分は使いづらい、まあ、なんか不便は若干あって、やっぱりリンクバッツだなと思っていたところなんですよね。これ本当に耳の中にスポッて入っちゃうので、落ちる心配もないし、濡れる心配もない。はい、じゃあちょっと Bluetooth がちゃんとつながるかテストしますかね。はい、起きた。はい、接続。よし。はい、バッチリ、ちゃんと接続できそうです。まあ、バッテリーも大丈夫そうなんじゃないかな、きっと。で、接続が悪いのは大丈夫かな。これがですね、なんか左だけ繋がったり、右だけ繋がったりみたいな症状があったんですけど、おお、すごい。大丈夫そう。バッチリ。うん、大丈夫そう。
よかったよかった。よし。はい。でですね、先日サードサンプルの制作の様子の動画を公開したこのオブジェクト用途作ってるカメラストラップなんですが、あのいい感じに前にテストとして使用させていただいてるんですが、ちょっとねこのブラックすごい上がり良かったんですけど、使ってるうちにねちょっとこの金具のメッキが剥がれてきちゃうという課題が出てきておりまして、今これは改善できないかオブジェクト IO の角さんにご相談しているところであります。でホワイトは今撮影しているこの ZV-E1 につけてこうやって使ってます。でなんですが、ここにレザーがあるとは思うんですが、これオブジェクト IO とは特に関係なく、この富士フィルムの XE4、 こいつに白いこのね今こっちについてるストラップをこいつにつけて、ここのカメラのこの針側ってあるじゃないですか、これは多分合皮だと思うんですけど、こいつを白いのに貼り替えたらめっちゃ可愛いんじゃないかなと思って、ちょっとその計画を今立てております。計画？作戦かな。作戦を立てております。でこれ最近見つけた良さげなレザー、イタリアのマストロットっていう会社のレザーらしいんですけど、ちょっと色を見るために2色小さい単位で買ってみました。ここはちょっと黄色すぎるかなって感じなんですけど、まあいい感じ。0.6 ミリまで空いてもらってます。どっちがいいんだろうね。なんか絶妙な違いがあるけど、この色も単体で見るといいと思うんだけど。まあこんな感じ？こんな感じ？カメラのデザインにはこっちのちょっと黄色っぽい方が合う気もする。もう少し脂肪がね、少なくてもいいんですけど、なんかそんな、いずれ白い張り革にここ交換して白いこのストラップつけたら可愛いかなーなんて思っております。まあちょっとね、これ張り替えちゃうと保証とか効かなくなっちゃうし、まあ、あと多分売却もできなくなっちゃうと思うので、そういった点は自己責任ではあるんですが、もうなんか XE4 は売っちゃったりしない気がするんですよね。かなり気に入ってるので、なのでもお気に入りな感じにどんどんカスタマイズしていくっていうのもありかななんてことを考えている今日この頃です。本当はねこの革だけ渡して貼り替えてくれる業者さんとかがあればそういったとこにお任せしちゃいたいんですが、なんかご存知の方いらっしゃったらぜひ教えてください。
いいわね。一番可愛いかも。